現在パルケグアスに来ております。では入ります。公園内には警察官もいて、安全、比較的安全な公園だと思います。リラックスするには本当にいい公園だと思います。自転車を借りました。この公園を一周します。20分、約200円になります。ディエスミルです。まあ、結構高いですが、自転車に乗る機会がないので楽しんでおります。ちょっと20分で一周できるかわからないですが、ちょっと早く行ってみます。近くに空港があるので飛行機が見えます。ヘリコプターの音も聞こえます。でパラグアイ空軍も、空軍基地も近くにあります。こちらに行くと、ニューゴアス公園に行きます。景色がいいです。もう野鳥とかがたくさんいます。大自然の中走るのはなかなかいいです。どこに続いてるのか全く分かりませんが、とりあえず走っています。鳥の巣です。ここにも鳥の巣があります。こんな近くに鳥の巣があるっていうのは、ちょっと日本じゃ想像ができない光景です。あちらにアスンシオンのビルが見えます。この公園はアスンシオンとルケシのどちらにも入ってるのかなと思います。いや、これは200円出す価値はあります。かなり楽しかったです。また利用します。一周はしていないですが、自転車で20分はかかりました。かなり大きな公園です。パラグアイに来た時はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
南米パラグアイから発信しております。チャンネル登録お願いします。